内灘接収反対運動内灘闘争とは、石川県河北郡内灘村で起きたアメリカ軍の試射場に対する反対運動である。1952年朝鮮戦争のため、アメリカ軍の砲弾の需要が大きくなり、日本国内のメーカーから納入される砲弾の性能を検査するための試射場が必要となった。試射場には長い海岸線を持つ場所が適しており、静岡県の御前崎周辺とこの内灘砂丘が候補となり、最終的に内灘に決定された。これに対して村議会は反対決議を行い、北陸鉄道労組は浅野川線で行われる資材搬入に対してストライキを行うなどの支援を実施した。政府は石川県選出の参議院議員、林家亀次郎を接収担当の国務大臣として説得に当たらせた。1953年の参議院選挙で接収反対を掲げた井村徳次が林家を破って当選したが、当時井村は金沢市片町で大和百貨店を経営しており、一方林家も同市武蔵が辻で同業の丸越百貨店を経営していたことから、武蔵大和の日本海決戦という言葉で白熱した選挙戦となった。闘争は1957年のアメリカ軍撤収で収束したが、鉄板道路や後述の着弾地観測場遺跡などに試射場時代の面影が残る。現在の内灘西条付近、丘の上にある遺跡。1957年まで使用されていた。これは当時試射場から発射された砲弾の命中率や爆発、不発を確認するために作られた石造りの建物で見晴らしの良い丘の上に建てられた。別名、OP と呼ばれていた。試射場時代の面影を残す数少ない遺跡である。しかし今は外壁が一部崩れていたり、入り口にあったはずの鉄皮が朽ち果ててなくなっていたり、草木に包まれていたりとかなり寂れている。ただし、内部の損傷はあまりなく、覗き窓も健在、当時の面影を残している。ありがとうございます。